ボシュロムの新展開、ファンの期待が膨らむ中、公式からのサプライズに歓喜の声が広がっています。戻ってくるのかファンの期待と声が高まる中、ボシュロムもヒラの仕様もインスタグラムではまだ最新情報を更新していない公式アカウント。正式発表を待つファンの期待も高まり、今回の再開に大興奮間違いなし。 ボシュロムが公式にフォローし続けている二つのアカウントのうちの一つが平野仕様さんであることを私は決して忘れません。これは両国の次の協力に向けた重要なステップですが、待ちに待った再会が実現する予感がしています。灼熱の太陽の下でのボシュロム最後の冒険は、暑さが気にならなくなるほど素晴らしい瞬間でした。しかし、この新しい発表は、前回の発表よりもさらに興奮しています。 あの日のような瞬間がまた来るだろう。正式発表を心待ちにしておりますが、今回の同窓会では、より多様性と豊かさを追求し、新たな側面を模索してまいります。コンタクトレンズの新たな魅力が生まれ、より多くの人が感動の瞬間を体験します。あのポスターを見ましたか期待が高まる中、ファンは公式からの新たなサプライズを期待しています。画質が話題になるほど期待も高まります。おかえり、ファンの声です。 公式発表を待つ間、コミュニティは、X の世界が戻ってくることを楽しみにしています。ゴシロムにとって、ヒラの資の存在が不可欠であるのと同じように、ファンも、X、X が再び戻ってくることを心待ちにしています。それは家族の絆のようなものです。正式発表を楽しみにしています。コミュニティは、ファンの期待を胸に、正式発表を待っています。ヒラの仕さんの引退が決まり、 とても悲しく不安になった時期もありましたが、新 CM や品川駅の巨大広告で再びファンの心を温かく包み込んだのは忘れられない瞬間でした。同社は、平野仕様を起用することでファンとの関係を強化し、深い関係を築いた。ウォシュロムとウォシュロムは私そのもの、ウォシュロムと平野仕様の絆は、かけがえのないものであると多くのファンが確信している。この唯一無二の深い愛は、このパートナーがかけがえのない唯一 つむにの存在であることを示していますこの瞬間はまさに、お帰り、です。ファンが長らく待ち望んでいたボシロムの新開発は、嬉しい驚きです。ボシロムと平野紫耀のつながりは本当に欠かせないものです。平野さんが上手で代わりがいないのと同じように、ボシロムも平野紫耀が上手で代わりがいないというファンの気持ちに応えているようだ。これはもはや会社とファンの間の単なる関係ではなく、 家族の関係と考えることができます。新たな未来への期待が高まる中、正式発表を待ち望むファンの心はさらに熱くなっている。平野仕様の復帰への絶望と、彼と共有できる特別な瞬間への期待が、コミュニティ全体を結びつけるものである。この街に待った、お帰りの瞬間は、地域社会に笑顔と喜びをもたらします。